西一出入口八木山動物公園駅は宮城県仙台市大白区八木山本町一丁目に位置する仙台市地下鉄東西線の駅。駅番号は T01。福駅名はベニーランド前。都市計画道路川内規律線下に位置する。駅北西部に駅前広場が整備され、バスタクシープール、パークライド駐車場が一体となった地上5階。 地下2階建ての駐車場棟が併設。5階は、八木山動物公園藤崎の森の出入り口と、直結した展望台となっており、八木山てっぺん広場と名付けられている。このほかキスライド乗降所、駐輪場が設置されている。ホームは、地下3階。八木山動物公園駅に到着した列車は、そのまま折り返し荒井いとなる。西中央 1> 東1.2の計5カ所。動物園、遊園地など市民の娯楽施設が集まるこの地区では様々な人が魅力を感じて訪れる人と自然が響き合う街の形成に基づいて仙台市による開発が進められている仮称動物公園駅。駅名検討委員会によって八木山動物公園駅とする案が示され採用された。 ホームエレベータに表示された日本一標高が高い地下鉄駅の表示開業時点では日本一高い場所にある地下鉄駅であり日本地下鉄協会より日本一標高の高い地下鉄駅と認定されていた時点は神戸市営地下鉄精神山手線総合運動公園駅で標高103メートルであった2020年6月1日に 神戸市の北上急行電鉄北上線が神戸市営地下鉄に移管されたことに伴い、同線の谷上駅が標高244メートルで日本一となり、当駅は2番目の駅となった。ただし、谷上駅は地上駅であるため、仙台市交通局では地下にある駅としては日本一と称している。ありがとうございます。